ね。邪魔なんだけど。あ、悪い。ありがとう。え？全部見てたんだ、マミちゃんとのこと。あ？見てたって、なんで？いや、ストーカーじゃねえから。あのカラオケ、俺のバイト先で。バイト先？二人のこと見かけて、それで。ありがとう。その、育児のない俺の代わりに。だとしたら、ごめんなさい。え？あなたに彼女、作ってあげられなかった。手は尽くしたの。でも私一人にどうにかできる問題じゃなかった。なんで水原が謝んだよ。私は未練でも思いだと思う。思い残しはレンタルでもねえのに、こんなに真剣に考えてくれて、俺の気持ちを第一に思ってくれて。あなたは和也さんの気持ちに本気で向き合ったことがありますか？全部バカな俺が悪いのに、なんで。この人が私を一生幸せにしてくれる人かもしれないって考えたことはありますか？俺はきっと水原が好きなんだ。長い黒髪が好きなんだ。白い足が好きなんだ。ツンケンしてるけど実はお人よしで、当たり強えけど誰よりも人の気持ち考えてて。ルカちゃんとのこともあるけど、あなたがまだマミさんのことを忘れられないなら、気持ちを整理する意味でももう一度告白してみるのもありなんじゃない？思っちゃうんだよ。いくら迷惑だって言われても、君を見るたび、君が彼女だったらどんなに幸せだろうって。まあすぐには勇気が出ないって気持ちは当然だし、レンカノとして最後まで協力はするわ。いい。君がいい。君が。彼女だろ。って言ってもレンタルだけど、レンタル彼女としてレンタルするのはやっぱり水原がいいっていうか、やっぱ辞めちゃうのは寂しいなって。何そういうこと？紛らわしい言い方しないでよ。悪い。でもごめんね。え？レンカノ始めたのも演技の仕事のためだし、そっちの仕事が増えたらやっぱり辞めるつもりよ。そっかだよな。じゃあ夜更かしはお肌に悪いぞ。は？いい夢を。言っちまった。君がいいって。苦しい。何がレンタルとしてのだ。水原変に思ってねえか。あんな言い方したら本気で付き合いたいのバレバレ。地上一の身のほど知らずだと思われても仕方ねえ。マミちゃんにあんなに必死になってくれてる水原見て、つい心の声が。でも逆にはっきりしたのは、水原はめっちゃいいやつで別に俺のこと好きじゃねえってこと。それにもう水原はレンカノを辞める。そうなったらもうそれっきりってことだって。俺の恋愛ハードモードにした覚えはねえぞ。何よさっきの。君がいい。君が。スマッシュサブスクライブバトンナウ。